go say goodbye, bye, bye, wait for me, sugar sweet so easy, bye, bye.皆さんどうもこんにちは。今のはねリハーサルなんです。こんばんは。この後、もう少ししたら、またね仕切り直して始めたいと思います。ハーモニカをフューチャーした、ジャズをメインに演奏したいと思います。もうしばらくお待ちください。皆さんこんにちは。本日は浜名湖花博2014浜名湖ガーデンパーク会場にご来場いただきまして誠にありがとうございます。こちら水辺の劇場ではこれからゆうゆうフューチャリング山口真希ライブ、ドラムと電子オルガン、ハーモニカ、ベースによるポピュラーミュージックのライブをお楽しみいただきます。それでは早速お願いします。皆さんこんにちは。ドラムの今まだ出てないんですけれども、中学3年生の息子 と、私 の、母親と2人で演奏活動を、しております。今日は、ハーモニカの山口真希さんとベースの飯田圭司さんをお迎えいたしましてのステージとなります。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。1曲目です。北の国からどうぞお聴きください。修理の仕事をしてたんですが、今はこれ演奏の仕事をさせてもらっています。で今日はですね、ゆうゆうさんがオルガンとドラムのユニットとあと飯田圭司さんですね、ベースの方とですね、一緒に演奏させていただきたいと思います。じゃあですね、続いてジャズのスタンダードですね、Fly Me to the Moon を
演奏したいと思います。
今日ね、ハーモニカの演奏をさせてもらってるんですが、ハーモニカ吹いたことある方？ありがとうございます。はい、最近は学校でね、あんまりやらないんですけどね、お子さんの方が少ないと思いますが、今日僕が吹いてるのはこういうペンホールという、ブルースハープとか呼ばれるものですね。ギター弾きながら弾くやつですね。これと、クロマチックというところでボタンのついたハーモニカを使っています。これはピアノでいう苔の音までですね。で、こっちのテンホールズは苔の音が出ないので、口の吹き方で変えると。無理やり音を出す、そういうハーモニカ。今日この2種類を使って演奏したいと思います。じゃあですね、このテンホールズ、10コアのテンホールズを使ってですね、ビートルズのアハードデイズナイトを演奏したいと思います。Thank you.
イヤーオガールでした。ここはですね、さっきちょっとお話ししましたが、浜松さんですね、鈴木楽器というのは、ハーモニカのメーカーでですね、10年以上ハーモニカを作る仕事をしてたんですが、今でもですね、週に1回はですね、ハーモニカの修理の仕事で、まだ行ってたりするんですが、皆さんね、本当知らないんですが、ハーモニカはね、あんまり工場というのはね、日本国内にもすごい少なくてですね、浜松でいっぱい作られてるということをね、ぜひ、知っておいてもらえたらなと思います。じゃあですね、次はご紹介ですね、今度は井田圭司さんと、ね、フィーチャーしてですね、ジャズのこれもスタンダードですがオールオブミーを演奏したいと思います。How can I move in the dark?
最後ですね、ピアノもとても好きなところなんですが、イーグルスというバンドですね、デスペラードというバンドを演奏したいと思います。まだちょっと準備が、ちなみにこのテンホールズ持ってる人、今じゃないですか、うちにある人、他の種類ならある人、そんなにいないですね、はい、ありがとうございます。あの面白いですからね、あのぜひあのパフォーマンスからじゃない人はパフォーマンスでハーモニカを買ってですね、うちで演奏してもらいたいと思います。よろしいですか。はい、じゃあ、最後の曲になります。どうもあの長い間ありがとうございました。じゃあ、イングスのデスペラードを演奏したいと思います。ハーモニカは浜松では本当に盛んに作っていますので、
ハーモニカもぜひ皆さんチャレンジしてみていただきたいなと思います。さて、続いてはこちらの